付属制度の主労と25センター母校か、トリニダは、キューバ中央部サンクティスピリトゥス州の町。建設当初の正式名は、サンティシマトリニダである。佐藤取引で栄えたかつての繁栄を忍ばせる、街並みは、近隣のロス・インヘニオス渓谷とともに、1988年に、ユネスコの世界遺産リストに登録された。ディエゴ・ベラスケスでクエリアルによって、 トリニダが建設されたのは1514年12月23日のことであった。トリニダは砂糖取引がこの地方の基幹産業であった時代の町並みを特によく保存している町の一つである。現在のトリニダの主産業はタバコの加工業である。町の旧市街は観光名所としてよく保存されており、町に観光収入をもたらしている。それとは、 対照的に観光に適さない街の区画には特に街の中心部のように非常に衰えてひどい状況になっている場所もある。観光局の関係者は鳥ニダはそれ自体が一つの博物館であるとよく言う。500年の歴史を持つこの街を訪れる人は植民地時代の雰囲気を色濃く残しているコロニアル様式の建造物群を目にすることになる。それらがこの小さな街を 旧幕府シの観光名所にしているのである。トリニダの旧市街は可愛らしい丸石の敷き詰められた街路や精巧に作り上げられた格子窓を備えたパステルカラーの住宅、壮大な宮殿や広場などで知られている。都市は徒歩、または馬車で数日もあれば見て回れる。主な名所は以下の通りである。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。鳥ダはエスカンブライ山脈やカリーブの海岸にも近い。近隣にある最も有名な観光名所は、共に世界遺産に登録された佐藤の谷コトロスインヘニオス渓谷である。この渓谷には長い間稼働していた70ほどの佐藤工場群が存在し、かつて数世紀にわたり、 キューバ経済において砂糖がどれだけ重要であったかを忍ばせてくれる。町から2 0トルほど行けば、キューバ随一のエコツーリズムセンターである、トッペデコジャンテスがある。シュノーケルを使った潜水やダイビングに適している、カシルダワンなども観光地であり、近隣の小島には自然のままの海岸がある。アンコン海岸は白い砂浜の海岸で、三つ星や四つ星のホテルが多くある。 この砂浜は1959年のキューバ革命以降では最初期の新興リゾートの一つである。2004年の鳥に出しの人口は73,466人だった。面積は1,155平方キロメートルなので人口密度は63.6人、軽平方メートルである。市内はプリメロ、セグンド、テルセロ、アグアカデ、カバガン、カラクセイ、カシルダ。 グアニキカル、リオデアイ、サンフランシスコ、サンペドロ、タヤバという12の地区に分かれている。ありがとうございます。